大会寺は、奈良市今市町にある家権州の寺院。本尊は、地蔵菩薩。安山祈願の寺として知られ、三号は、小安山。門寺殿では、元は、霊昌庵と言い,い、空海の死である権蔵によって開かれた岩淵、先望の一つであったという。長らく四次に恵まれなかった、門徳天皇皇の染戸の皇后が当時に敵願を、したところ、 これ人親王が生まれたことから、天安二年、門徳天皇の直眼により、伽藍が建立され、直命により、大会寺と名乗るようになったという。以来、安山、小佐漬祈願の寺として、長夜を問わず厚い信仰を集めるようになった。江戸時代には、江戸幕府第三大将軍、徳川恵光に、四次がなく、即室の娯楽の方が当時に敵願したところ、竹千代丸を安山した。 その折主事の随称があり、家光は随称旗を当時に合死し、仏像を仏具等も寄進した。漢文3年には、その家綱より、長図鉢の寄進があった。また、第二大将軍、徳川秀忠の性質高志原因の安山祈願したことも有名。20世紀以降も、道子皇后、政子皇太子妃をはじめ、三笠宮、 高窓の秋篠宮などの皇族が、当時において安産祈願を行っている。7月23日、24日の地蔵絵式大法へには、門前に出展も出てにぎわう。ありがとうございます。